常に多い。両チーム合わせまして7つのフォアボールがあります。1対0と太陽の方が1点わずかにリードしています。4回の攻撃、ツーアウトランナー1塁で、金曜日の方のチケットがまだなんと余ってるそうでありまして、どうぞこの広島市民球場の方にお越しいただきたいと思いますが、さて広島対太陽の22回戦、中日3連戦も大事な3連戦の第1戦です。9連戦の中のちょうど真ん中、岸田、山崎、小早川、正田、達川、石貫、こういったオーダーです。6番に小早川が入っています。さてこれは面白い打球だ、内野安打。